小樽のレジデント DJ です。ロテテ 2DX30 レジデント、なんか住むとか、居住とかなんかそういう意味らしいんだけど、まあこの場合はあれなんでしょうね、レジデント DJ、そのクラブのなんかいつもいる人みたいな。だからビートマニアのレジデント DJ といったら、ダズルダズルさんとかそういうことですよね。はい、ロテテはいつもの川崎のダイス、8月の5日金曜日だから明後日から、金土日日曜日まで3日間だそうです。無事に出てよかったわねっていうことと、 2DX30 そのなんか老老介護だったとして、本当にあのサブタイトル思ってたの、なんか情報漏洩があったから、インサイダーがね、でも違いましたね、ガセネタ使わされてたわ、本当ありえない、いい加減にして。ビートマニアのテンススタイル、そして20のトリコロ、そして30のレジデント、なんか節目だけども、なんかそんなにカビじゃない感じが、なんかビートマニアらしいのかなって私思いました。はい、しかしよ、今回こうツイートされて、いろんなアーティストの方が、ああもう 2DX30 なんですねとか、ああいよいよ出るのかおめでとうございますとかね、そんなこと言ってましたけど、いやいや、あんたたちさ、もうさ、もうとっくに曲納品してんでしょうね、ねえ年度変わったぐらいに発注って、それでもうとっくに納品してんじゃないの、ねえ知ってたんじゃないのサブタイトルね。そしてダイスのプロ選手たち知ってたんじゃないのね、なんで教えてくれなかったの、知りたかった私。なんかね、いや皆さんどうか分かんないけど、なんかそのね、あの守秘義務とか本当大変だなって思いました。はい、2DX30 レジデントに期待することは、ビストローバーに続いて星野加子さんの大食い実写ムービーです。そしていつもの流れになりますが、ザンパチさんはロテテに行けません。作ってくれるのはあなただけなの、分かります、これ。ちょっとこのアングルも久しぶりですけどね、もう本当にあなたしかいません。ロテテに行った方、写真動画感想何でも大丈夫です。ご提供いただけないでしょうか、もう本当にびっくりした、お願いします。何とぞ本当にもうそれがないと何にもならんわ何にもならんね、私無なの無。DM で送ってもらってもいいし、なんかもうタイムラインそのまま使ってとか何でも構わないんで、もう本当に私も、もう本当にお願いします。というわけで、なかなかレイビーなロゴの 2DX30 レジデントでございました。最後に 2DX30 レジデントの、キャッチコピーを当てて終わろうと思います。ビートマニア 2DX30 住めば住むほど音楽ゲーム、ユタホ神社でした。